11月20日は私たち東京動物園協会が定めたふれあい動物の日です。動物とのふれあいを通して自然を守る気持ちを高めてもらうことは動物園水族園の大切な役割です。それを知ってもらうためにまたスタッフも忘れないようにいいふれあいから11月20日をふれあい動物としました。動物とのふれあいとはこちら井の頭自然文化園のモルモットふれあいコーナーのように実際に動物に触るだけではありません。動物への理解を深めるさまざまな活動も含んでいると考えています。例えば井の頭自然文化園のリスの小道のようにリスが暮らすケージの中に入り何も隔てるものなくリスを間近に観察できるウォークスルータイプの展示は少し離れた園路から動物たちと会う展示よりずっと動物を身近な存在として感じてもらえるのではないでしょうか。それではリスの小道に入ってみましょう。お通りください。青になりました。お通りください。
青になるまでお待ちください。青になりました。お通りください。どうでしたか？リスたちの可愛らしさを感じていただけたと思います。その他にはリスの俊敏さ、硬いクルミを食べる工夫、木の枝から枝へと移り渡る運動能力なども観察できたのではないでしょうか。野生のリスが暮らす森に行ってみたくなりましたか？野生のリスたちの暮らしはどうなっているのでしょうか。私たちがリスのためにできることはあるのでしょうか。動物園でのリスたちとの出会いをきっかけに、リスたちのことを考えてみてください。